赤水原野管理組合小坂けさかずさん。祖父の代から続く農家の後を継ぎ3代目となる。広大な阿蘇の草原を活用し、肉牛の繁殖や野草堆肥を利用したお米の生産を行う傍ら、牧野を開放し赤牛と地元野菜を使用したバーベキューで一般の人をもてなすことも。草原の魅力に触れてもらい、草原のファンを増やしていくことに日々奔走している。そうですね、祖父のとこからずっと、はい、やってるからですね。3代じいさんの時はまた頭数もですね、2、3頭ぐらいで少なくて、そして親父の代になってからが6頭ぐらいまでですかね、うん、でその後自分が軍頭を増やしてから、うん、親子合わせて50頭ぐらいですね、うん、もう高校に行く時もやっぱ農業高校を選んでいったからですね。やっぱ自分が長男でもあるし、家を継がないかんという気持ちがあったからですね。去年の地震のあと8月ぐらいからが三男が、はい、すると婚約者2人で、うん、うちの方ですね。で今は任せたです。まあ勤めとったからですね、ホテルマンで。そして去年の地震をきっかけに、うん、私の後牛屋しなをやりたいということで、はい、うん、やっぱ頼れるのはですね、頼もしいですよ、うん、特にはですね、もう自分でやりたい中ってからしよるからですね、どんなに遅くなってもやっぱ夜もちゃんと養って、はい。ですね、2期も3年、4年ぐらい、3年かな、はい、2期目ですね、今。いや、結構100人から、はい、毎年ですね、若い人も混じって入ってきたりとか、で、一応、赤水はボランティアなしで、今、自分たちの組合員だけで農業やるんですよ。この混ぜるやつでですね、混ぜて浮かして乾かすとですよ。でその後また寄せて、今度はロールベーラーでこうまん丸に丸めて、そしてあと雨が降ってもいいようにラッピングですね、白いビニールで覆うとですよ。もう高校卒業するぐらいまでは手で買ったですよ、大釜は。ここまで来てですね、うん、そして釜は切れんとも全然こう大変だけですね、骨折るけで、まず鴨をしっかり研いで、もうゾロゾロ切るをして、もう草を切るよりも鴨を研ぐの方に力いっぱい、そうすると後がもう楽にこう切られるとですよ、うん、今はもう機械で切るからですね、面積的も短時間に広く切られるですね。でやっぱ機械と、まあ今までの経験とやっぱ機械を信頼して、人馬一体じゃないけどですね、機械と一体になってからせんと、ちぐはだったら危ないけどですね、ここまでなら大丈夫、機械もこんくらいまで踏ん張れるっちゅう、それが分かるけどですね。でさっきも結構こう見とる方が怖いぐらいでしょひっくり返らせんのかと思って、まず牛の飼料ですね、冬場の飼料、それから敷草にもなるし、牛の敷草にもなるし、それを田んぼに返せば堆肥にもなるしですね、はい、牛がおって山と田んぼをつないで、はい、という感じでですね、循環しようとですよ、山と田んぼが牛を通じて、うん、いいとかにはいいでしょうね、いろんなこう種類が混じって、薬草みたいな草も結構あるからですね、食べるですよ、うん、で毎年切らんとですね、もう殻が、かやが大き骨が大きくなったりしてから、バツバツしてから
毎年切ると細いあの茎でですね、牛も食べるからですね。それでもあそこも、もう普通はもう嫌いなところでも切っとくと、次の年は短い草で牛にやったらもう喜んで食べるということで、うん、大事な肥料になるわけですね。うん、やっぱりうちの農業系にとってもなくちゃならん存在ですよね。あとは次の代の人が管理しやすいように、まあ、あのさっきも言ったように防火帯の整備をもうちょっとやらない感じもね。まあそこに植林してはですね、そこに火が入ったりせんように手前を切って、うちは20メートル近く切るかですね、普通は5、6メートルまで切るか切らんぐらいで、でそれを寄せて焼いとけば野焼きでもそこがもう草がないけですね、で入らないということで、うん、うん、やっぱこの今の自然がそのまま残るというのがやっぱり一番ですね。うん、それがやっぱ観光で来られるお客さんたちも一番喜ぶんではなかろうかと思うんですね。だけ下手にいろいろこう建物が建つとかそういった感じじゃなくて、うん、今まで自分たちが、まあ、自分の経験やらを子どもたちに伝えてですね、それが一番こう草原の維持には役立つけですね。今自分がしよることを子どもたちが受け継いでくれれば、維持はできていくと思うんですよ。はい。